え、皆さんおはようございます。チーム鉄人応援すぎ県のカーナンバー55番寺町邦彦選手を応援しております、はい、チーム鉄人のマスコットキャラクターの朝倉みくりです。あ、マスコットキャラクターなんですか。そうなんです、マスコットキャラクターなんです。キャラクターやったらちょっと許せるわ。はい、許せますか。うん、いやキャラクターと思ってなかったからごめん。そうです、実はマスコットキャラクターなんです。マスコットキャラクターか、ごめんね。そうです。じゃあ許せるわ。ありがとうございます。いやちょっとね、喉痛めちゃって。なんでやねん、お前昨日何してん。ちょっと叫びすぎちゃって。いやいや俺の方が喋ってたで。そんなことないです。いやそんなことあるよ。そんなことないですよ。あ、そう、いや、まあ、マイク通してよく喋ってはったじゃないですか。お前仕事ちゃうやん、それな。マイク喋って、お前テントの中でやん、それ。いい、ファンの方と。ファンの方と喋ったんですか。寺町邦彦選手はオレンジのシルビアに乗っていまして、はい、クラッチとミッションは OS 技研さんの使っておりまして、なんとねタイヤはライトさんの使わせていただいてます。そうなんだ。だから、そうなんですよ。で昨日のクラッシュ先ほどね聞いたと思うんですけど治りました。よかったね。皆さんそんなくえ皆さんそんなどうした。ちょっと喉がどうやる。なんでやねん、俺の方が喋ってるやろお前。はい、いやはい、おい、もうなんでそうするんだお前。はい、普通2回やんねんそこ。ごめんなさい。まあいいねえねん。はい、寺町さんの応援お願いします。はい、あとイケメン投票があるのでよかったらお願いします。え、あ、もう終わったんでしたっけ。あれもう終わったね。あ、ごめんなさい。あ、いいよ、すいません。あ、寺町さんのメッセージ昨日も言わせていただいたんですけど。寺町からメッセージ預かってるんですか。そうなんです。寺町もようこいつに預けたな。ちゃんと伝わるんかな。ちゃんと伝えますよ。お願いします。はい、寺町さんが、うん、髪の色変えたみたいなのでおチェックしてくださいとのことです。そんな情報どうでもいい。ほんまに本人言ってたんか。そんなこと言ってました。なんかどうでもいいわ。車の血を変えたりとかしたんですか、うん、とかいろいろ聞いたんですけど、うん、血って言うなら髪の色変えたかな。いや、お前あしらわれたんやって。めんどくさいやつ来よったなっつって。もう悲しいですねそれですと、うん、いやでもなんかいつもこの感じで頑張ってるから、はい、みんな元気をもらえると思いますよ。元気もらってますか皆さん。もらってるよな、みんな。もらってますよね。こんなこんな前向きに頑張ってる子なかなかいないよ。ポジティブ。いや自分で言わんでいいね。はい、それでは皆さんチーム鉄人のピットでお待ちしてます。ありがとうございます。もう一本マイクいるかな。